過去,の過去数年の平均値より上がってきたこれ、アベノミクス成功だと、多分そういう根拠になるんでしょうけれども、それが本当かどうかわからないので、委員長にお願いを申し上げます。この雇用者報酬の算出の仕方について、統計作成のマニュアル通りに本当に行われているのかどうか、構成している項目についてのデータの開示も含めて、委員会に提出を求めたいと思いますも理事会で総理あの、2018年は、 まあ確かにあの総雇用者所得も、今まで発表されていたほどには増えてなかったかもしれないですが、まあそれなりに増えてたとすると、おそらくですね雇用者数が増えてるんですよ、でこの雇用者数が増えたあ理由っていうのは、なんだと思いますかい、一緒にお考えいただけませんか。 な,なぜ増えたと思いますか安倍内閣総理大臣あの、まあ、雇用者数におきましてはです、ね、この6年間に380万人増えておりますが、その多くはです、ね、女性が新たにこの仕事を始めたということとです、ね、あと65歳以上の方々が継続雇用がより可能となったことからです、ね、働き始めた、あるいは働き続けている、ただ働き続けている上におきまして、今まで正規雇用だったものが、 正規ではない形になるということは、もちろんあるわけでございますが、そういう方々、もちろん、えー、あのそれ以外あの。一部分あの、同感である部分と、ちょっと違う点もご指摘申し上げますとね、女性、統計見ると確かに女性が増えて、しかも非正規が増えてるんですよ。それは実は、あの多分配偶者特別控除の税制改正の影響なんですよ。これまで38万円の控除が 150万円で打ち止めだったから、150万円までは働きましたけど、これが201万円まで引き上げられた、この配偶者特別控除の見直しに伴って、それではといって働き始めた女性の皆さんが統計上、数字に表れているんです。だから、これ多分一1年限りですよ、来年はこの効果、続きませんので。だからこの なぜ、えー総雇用、まず総雇用者所得の雇用者数をどうやって出しているかというのを先ほど委員長に提出を求めました、それから雇用者報酬の出し方についても提出を求めました、ぜひよろしくお願いします。そして雇用者数が2018年にもし増えているとすれば、それは配偶者特別控除の見直しの効果だということも、これは財務省に検証してほしいと思いますが、財務大臣、これはあの、検証してご報告いただけますでしょうか。あそう 総務大臣。急な急なご質問ですけれども、あのやれることはないでしょう。<laughs> 大塚光栄君。まああのやっていただけるというふうに私には聞こえましたので、えー、お待ちをしております。じゃあパネルありがとうございます。今度はこの景気動向指数、景気動向指数を出していただいていいですか。先ほどの冒頭の厚労大臣からの今回の統計不正に伴って影響のある。 修正の必要のあるデータとして、この景気動向指数というのもあるんですよ。で、今、戦後最長の後景気ということを繰り返し歌っていこのの引き上げから2年間は景気動向指数は低下していて、その中のメンバーの まあ大体半分近い方々は、ですねこの時期は景気後退してたんじゃないかということを主張されてたんです。ところがおととしの6月に、この景気動向指数研究会で、まあ多分んかんがの議論があったと思うんですが、いやいや、このブルーの帯のところも、景気拡大ということに定義しますと言って、定義をされたので、今、戦後最長なんです。ああののの景気拡大しててるかかかどうかっていうっいははこれはなんかあの あのか神様や第三者がいて、ですね景気拡大と決めてくれてるわけではなくて、この景気動向指数を見て、判定会議の皆さんが決定をするとそうなるんですが、なんとこの青い帯の時期は、賛否両論だったということは、まず総理、ご認識ください。その上で、えー、我が党の足立議員や、まあ、他党の皆さんも何人かお取り上げになられたと思いますが、 ちょうどこの時期に GDP の統計の作り方が改定をされて、防衛装備品とか、研究開発費とか、それから国際的な標準には含まれない他の項目も含まれて、いっぺんに30兆円ぐらい GDP がかさ上げされたという議論がここでも行われています。まあ、したがってこのののの景気動向指数そのものも今回の統計不正問題で これから修正が必要だと厚労大臣がおっしゃり、そもそもしかし、今の景気動向指数でも、このブルーのラインの時期が本当に景気拡大だったかどうかということについては、議論があると、まあ、こういうことでありますので、総理、これ、今年の秋に消費税上げてる場合じゃないと思うんですが、これ、こういう議論が行われていて、今、私がこのような指摘をしても、なおかつ消費税を引き上げる。 おお気持ちにおかわりはないですか安倍内閣総理大臣。あの、えーまあ、先月、まあ、今回、えーまあ、戦後、景気回復期最長になったのではないかとこう言われておりますが、6年を超えてですね、あのえー、その前の最長の期間というのは、小泉政権の時に始まり、第一安倍政権、はい、あのこの景気動向指数が正しいかどうか。 あという、い、まあ、わばこれも進学論争ですから、あのー、まあそれをしても本質的な議論にはならないと思います、私自身もそう思います。問題は、本当に日本の経済や産業がしっかり発展をして、国民の皆さんが豊かさを感じられているかどうか、まあ、そこがポイントなんです。で総理はまあこの間、さまざまなデータを挙げて、今もそうでしたが、うまくいってます、うまくいってますとおっしゃるんですが、 多くの国民の皆さんがなんとなく実感できないから、その経済政策そのものも手段を間違えてるんじゃないか、あるいはその手段の裏付けとなっている統計データもおかしいんじゃないか、でおかしいことが今もう明らかになってるわけですから、これも見直さなきゃいけない、でその上で、ご覧いただいている棒グラフも、これ、去年の予算委員会でもお示しをし、その後何回か使ってますけどね、私が作ったグラフじゃないんです。 去年の1月22日の日本経済新聞の一面長官に、G7 のうち日本だけが2000年と比べて賃金が下がってる。だからこれでは人材が流出しますよということを日経新聞も警鐘を鳴らしているわけです。じゃその通りだと思います。だから、今回のこの統計不正問題を機にですね、もうさまざま日本の統計の信頼性が大きく協力しますので、 えー、データを徹底的に見直す、そのためには、さっき申し上げたようないくつかの委員会提出資料については、まあ、徹底的に提出をし、そして玉虫、えー、色のことを言わないで、きちっと我々に報告をするように、各担当部署に言明をしていただきたいと思いますが、総理、いかがですか担当大臣あの総理の方から、ですねあの方針、この後答弁あると思うんですが、あ当然、政府はあのその指示に従う考えでございます。はい それがお伺いしたたかったんです、あのー、総理、あのー、私の古巣の日本銀行の金融政策はもう限界です。えー、日本銀行の金融政策だけでなんとかなるような問題ではありませんので、これは日本の経済や産業を発展させられる人材をしっかり育てる、で今や中国は国策として産業政策をやってますからあの、国営化すればいいってもんではありませんがあ、車載用電池の問題にしろ、半導体にせよですね、 相当日本はあの国家的な産業政策として遅れを取ってます、まあ、そのことをしっかりやっていただきたいということを申し上げた上で、最後に一つだけ質問します。そういう人材を育てる上でも、幼児教育の無償化、これね、私たちも言ってたので、今回の本予算に入っているのはいいことだと思います。この財源約3000億分を、ですね、まあ、せあの今回は国費で負担するということになってますが、 初年度だけはそういうことになっているんですが、次年度以降も、この幼児教育無償化について、財源を保障するご覚悟があるかどうか、意思をお伺いしたいと思い安倍内閣総理大臣、時間が限られておりますこの幼児教育の無償化につきましてもです、ね、財源について、われわれも適切に対処していきたいと考えております。